ゴールキーパーが三浦、ディフェンスラインは3バックです。藤原、木村、川崎、中盤の中央に鳴岡と川上、右のワイドに石田、左に多田、シャドウの位置に藤本と松橋が入って、ワントップが平松という 3-4-2-1 を予想しています。続いてアウェー松本のメンバーです。こちらも3バック、ゴールキーパーは囲いです。宮部、橋内、時田のディフェンスライン、中盤は佐藤、安藤、明のボランチコンビ、右に前、左に富山、セルジーニョがトップ下に入って2トップ、伊藤と今日は怪我から帰ってきたルカオがコンビを組みます。まあ、この安藤選手の持ち味なんても守備のところ、ボールダッシュのところではありますけれども、まあ、前節も自ら突破していってチャンス作りましたし、こういった前に飛び出すところも積極的に、ね、からボール、ルカオオーバーヘッド、わずかに右、惜しいシーンでした。惜しかったですね、ルカオ選手の特徴出ましたよね。まあ、こういうゴールに向かっていく姿勢というのは非常に強いと思いますし、まあ、これもあと一歩というところでしても、まあ、難しい体勢のシュートですけど、相模原の守り方としては、まあ、勝てないまでも自由にはすらせない、でその後のセカンドボールはしっかり回収するというところですね。そうですね、右にボールが出る、藤本狙っていく、もう少しファーサイド高いボールというイメージがあったでしょうか。まあ、直接か、あるいはこうファーサイドにルカオ選手を合わせる、狙ってきた、右に外れます。セルジーニョ狙ってきたニアサイド、三浦が読んでいました。今度はニアを狙ってきましたね、はい、ルカオのシュート、ー三浦のセーブ、コーナーに逃れました、ナイスセーブ。ルカオ選手をよく見てましたよね、こう上から落としていくボールで狙っていったんですけれども、小玉俊斗、ここで安藤、中に入れてきた、平松が飛び込んでいきました。まあ、交代で入った小玉選手が早速からいましたよね、はい、安藤翼から、まあ、相手も時田を上げてきましたので、それに対抗しようというような交代になりそうです。つながった、榎本、エリアの中シュート、ーわずかに外れた、安藤ヘディングで折り返す、ゴール前、押し込んだ、児玉俊斗、終盤にゲームが動いた、松本絶体絶命。いや、このボールも良かったですし、はい、ここセンターところ競り勝ったの大きかったですよね、梅井選手ですかね、はい、今日も仕事をしました。そしてこの後反応早かったですよね、児玉選手。宮部、河合が折り返してシュート、抑えた三浦、惜しかったです、ね、榎本のシュートでした。このまま松本敗れてしまうと J3 降格が決まってしまいます。このセットプレーが止まっている時間もあるので、はい、まあ、ここで1点返して松本まだまだ分からないですよね。速いボール決まった、追いついた松本、1対1同点、まだ時間はあります。まだありますね、よく決めましたね。諦めない松本山が、まあ、松本まだもうワンプレー、ツープレー、はい、先ほどのセットプレーの時間もあるので、まあ、その時間を下がらないとしては、この今前のところでできるだけ返していきたいですよね、はい、安藤翼、中に送る、平松に合わないが、もう一人フリーで入ってきた、児玉、石田書き出した、梅鉢のシュート、ここもクリア、ここで試合終了のホイッスル。相模原は逃げ切れず勝ち点1の上積み、松本は必要だった勝ち点3を取れませんでした。ただ追いついての引き分け、まあ、引き分けですので19位以下は確定、もうあとは19位になってJ3 で宮崎が2位以内に入ることを願うしかないという状況になりました。